コンロタイマー。いずれか1箇所のコンロを1分から99分までの自動消火タイマーに設定できます。設定方法は、まず操作ボタンを押し点火、火力調整つまみをゆっくり動かし火力を調整します。タイマーボタンを押しセットしたいコンロを選択、時間をセットしてください。設定時間終了30秒前になると秒表示に変わり、ブザーが5回鳴ってお知らせし自動消火します。